レーナルド・ビニオネは、アルゼンチン共和国の政治家、大統領などを歴任。晩年は、軍事独裁政権時代の人道に対する罪で、服役した。アルゼンチン陸軍で中将に承認した後、ホルヘラ・ファエル・ビデララの軍事クーデターに参加。1981年に、ロベルト・エドゥアルド・ビオラが、軍事政権の大統領に就任すると退役するが、 ビオラを追って大統領に就任したレオポルド・ガルチェリが、マルビナス戦争の敗戦によってよって解任されると、公認として大統領に就任した。軍の求心力は大幅に低下するばかりか、長く続いた、軍事政権への国民の反発も強く、当初、ビニオネは1984年3月に選挙を実施することを発表した。それでも、国民の反発は収まる気配がなく、 微妙ねにも政権を維持できる力がなく、翌1983年10月に選挙を前倒しで実施。同年12月、ラウル・アルフォンシンによる民政移管が実現し、20世紀後半のアルゼンチン、軍政時代最後の国家元首となったことが確定した。軍事政権末期の大統領として長年続いていた、いわゆる汚い戦争に関与。2012年4月、 56人を誘拐、拷問した罪を問われ、禁錮25年の有罪判決を受けたほか、同年7月に政治犯の子供の略種陰徳に関連した罪により、禁錮15年の刑が加算されている。2018年3月7日に、軍の病院にて90歳で死去。軍事独裁下で赤ん坊を奪った罪で元大統領に、禁錮50年、アルゼンチン。 CNN ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 30007249.html2012 年7月7日閲覧。アージェンティーナ S、ベビーセフトジェネラル、レイナルド・ビグノニー大豆。BBC ニュース。 bbc p, www. Bb c, co, UK, News, World, Latin、httpwww.bbcuok u ニュースワールドラテンアメリカマイナス四千三百三十一万八千百三十六。二千十八年三月八日閲覧。ありがとうございます。